今ですね、イタリアンのレストランを一軒と、それから、ちょっとカジュアルなピッツェリアを一つと、はい、それからフレンチビストロというかですね、まあ、いわゆる洋食屋さん的な、うん、まあ、カフェを一つと、うん、それからミュージッククラブですね、ジャズとかクラシックをやるところを一軒という感じでやってますけれども、やっぱ日本と違う税制、うん、いろんな面での、うん、その税制面が一番大きかったということですか。そうですね、タクセイブンに近い、まあ、税制を持っているシンガポールで動いてみようかなと思った時に、香港かシンガポールかと、水谷さんはシンガポールだと決められた大きな要因というのは、もう英語が通じるというのがもう一番大きいところですね。その時はシェフもいなかったですし、マネージャーもいなかったし、自分だけだったんですよ。で、契約だけ先にしちゃったという。相場感覚的にはどんな感じなんですか。そうですね、もうこれも自分もやっちゃってからって気づいたところがいっぱいあってですね、まず一つはこちらは家賃のですね、まあ、プロテクションがあまりないと、本来日本人が2人でできるとこ、うん、シンガポールで5人なら、うん、インドネシアは12人ぐらいかかっちゃうとそうぐらいな事実ですから、突然皆さんね、辞めるときは日本と違って、通知なしで突然いなくなるの でこのお店がまずいか、うん、うまいかということの第一ステージは、日本人が作っているところでまずは間違いないだろうという評価があるんですね、はい、考えてでもやっぱりできないものはできないし、あとはもうやっぱりシェフも自分のある程度この水準を達成してたら、シェフっていうのは自分で作れるものだと思ってたんですね。まあ、今も思ってますけども、で、まあ、アジアにはやっぱりそういう自分で、ま、これからまだまだ作り上げていける余地っていうのがいろんなところに転がってるんですよね。一旦始めたことはもう成功するまでやめないと。